収録の裏話、収録の裏話か。いやでもね、思ったより優しかったわ。俺なんかもっとね、キレ散らかされると思ってたんだよね、収録の時に。あまりにも設備がちゃんとしてて、初めてだったからさ、ああいうとこで収録したの、ちゃんとした場所で歌取るなんて、鬼監督がいると思った。音一個外したらマジ怒鳴り散らかしてくるような。いや、さすがに怒鳴り散らかすは言い過ぎだけど、マジで本当になんか、ああ大事な俺の1分1秒がお前のせいっていうタイプが来るのかなって思ってたんだけど、超優しくて、うん、なんかスポーツどんなのが好きなのみたいな、サッカー僕も好きよみたいな話を合間合間にね挟んでくれるイケオジだった。超優しかった、マジで安心した。メンタルケアをね必死にやってくれた。わからない、だから本当は別にお前の歌、まあ言い過ぎか、それは別になんか鼓舞して、まあ、よくないか、鼓舞も難しいな言葉選びって。わからない、なんかお世辞なのかもしんないけど、お世辞でも嬉しかったわ。日本語って難しいな。いや、イケオジが超言葉選んで、うわなんか緊張してるな、なんか声こわばってるなって察して、めっちゃ優しくしてくれたのかもしんない。ゲーセンでなんかフィギュアとか買ってきたら交換してくんねえかな。クレーンゲームだけはガチで得意だからね、ゲームセンターの。メダルゲームとかの際は一切ないけど、際だけに。クレーンゲームだけはマジで得意よ。俺昔さ、なんだっけ、ふわふわの菓子あるじゃん。チョコレートのさ、なんだっけ、名前。いや、ふ菓子じゃない。割とね、割と洋風な顔つきしてた、あいつは。あの時のお菓子は。あ、チョコパイかもしれねえ。俺死ぬんだけど、よそ見してたら。そう、チョコパイ。チョコパイがさ、ゲーセンに6個ぐらい並んでて、棚に。俺、そいつら全員、乱獲した時期があってさ、ゲーセン超ハマってた時期。ゲーセンの神様に、微笑まれてた時期に、そいつらを乱獲してた時期があって、監視されてたんだよね。あまりにも乱獲しすぎて。ゲームセンターの管理人みたいな。ライブベアラーみたいなやつ奥から出てきてさ、途中、撮ってたら。そいつがゴニョゴニョ行った後、俺がちょっと両替に出かけたんだよね。1000円。1000円ずつぐらいで遊ぶじゃん、ああいうのって大体。だから両替しに行ったんだよ、両替機に。で、目離した隙にライブベアラーにさ、その機器めっちゃ調整されてたわ。マジクソほど使った、その後やってたけど。ブラックリストに載ってた、ゲームセンターの。おばんでーす。